座長、モリエール・モリエール劇団は、17世紀フランスに存在した劇団。国立劇場コメディ、フランセーズの前身の一つ。同劇場が、モリエールの家と呼ばれるゆえんは、この劇団のメンバーを中心として創設されたことに、ある。デュフレーヌ劇団の南フランス巡業の奇跡演劇を、志した、若きジャンバティスト・ポクラン。 後のモリエールは、マドレーヌ・ベジャールらと1643年に、パリで生命座を旗揚げしたが、あいなく失敗し、借金のために投獄までされるという浮き目にあった。こうした事情からパリにいられなくなったモリエールは1645年、生命座の数人の仲間たちと共に、ボルドーへ赴き、同地で、ギュエンヌ・ソ督トク・エペルノン公爵の庇護を受けることに、 成功し、生命座は公爵が所有していた、デュフレーヌ劇団と合併した。1645年の年末、もしくは46年の年頭のことである。デュフレーヌとは座長を務めていた俳優の名前である。1650年頃、カトリーヌ・ドブリー並びにアルマンド・ベチャールが劇団に加入した。アルマンドは子役としての入団であったが、後にモリエールの妻となった。 1653年にはマルキーズ・デュ・パルクが劇団に加入し、こうして、後のモリエール劇団の看板女優が全員揃った。1653年、コンティコーの被護を獲得した。1656年11月、劇団を長い間支援してくれていた、オビジュ白尺が亡くなった。それから間もなくのこと、1657年に、同じく被護者の一人であった、コンティコーが、 突如カトリックへ回収し、経験な信者となった。これによって劇団は、非語を失ったばかりか、罪深い娯楽として激しい弾圧の対象となった。このように相次いで非語を失ったことは、当然劇団に影響を与えた。安定した収入を見込んでいたのに、そのあてが消え失せたことで、財政的な危機に直面してしまった。この財政危機がきっかけとなって、劇団は、 パリへの進出を決意したのだった。1658年、劇団はパリ進出を目論み、その下準備を始めていた。パリの目と鼻の先の位置にあるルーアンで行った工業は大成功を収め、より一層の自信をつけた。すでに劇団の中心的存在となっていたモリエールは、ルーアンに滞在中、パリでの被護者を探す目的で、数回パリへ赴いている。 13年にも及ぶ南フランスでの修行時代に有力者の庇護を受けたり失ったりを繰り返していた。モリエールは演劇の腕を磨いただけではなく、有力者との交渉人としても腕が立つようになっていたのである。ところが、モリエールの恋人、マドレーヌ・ベジャールも自身で劇団のパリ進出のために行動を起こしていた。彼女は1658年7月、 マレーザの劇場を9月から借り受ける契約を締結している。この頃のマレーザは団員の引き抜きなどにあって1年以上劇場の閉鎖を余儀なくされていたのでデュフレーヌ劇団と合併できれば再び活動を再開できるのであった。パリでの拠点が欲しいデュフレーヌ劇団と団員の足りないマレーザと利害が一致したわけだがモリエールと仲間たちは自分たちの劇団が吸収される。 ことを望まなかった。劇団が、ルイ十四世の弟である、フィリップ一世の庇護を受けることに成功し、王帝殿下専属劇団との肩書きを獲得したことで、この話は立ち消えとなったようである。こうして、王帝殿下の庇護を獲得した、デュフレーヌ劇団は、1658年10月24日に、ルイ十四世の午前で演劇を行った。劇団はこの午前公演において、 まずはじめに、コルネーユの悲劇、ニコメイドを上演した。この公演には、数々のコルネーユ悲劇を上演し、パリで大成功を収めていた、ウルゴーニュザの役者たちも隣席していた。彼らの得意演目を、その安全で上演にかけるという大胆な行為に、出たのである。ニコメイドの上演を終えると、モリエールは、国王陛下の御前に進み出て、恋する医者の上演を願い出た。 幸いなことに恋する医者は国王陛下のおに入るところとなり、こうして大成功のうちに午前公演を終えた。劇団は国王やその野辺信たちに気に入られ、プチブルボン劇場を使用する許可を獲得した。1658年11月にはパリの観客の前にデビューしている、モリエールの儀曲である、祖骨者恋人の喧嘩を上演し、いずれもに、 30回公演を重ねるなど、成功を収めたという、デビュー公演の興行成績としては、十分に満足できるものであった。復活祭を迎えたところで、パリでのデビューシーズンを終えた。翌年度のシーズンに備えて、劇団は新たに5人の役者をメンバーとして迎えた。マレーザで、喜劇役者として有名であった、ジョドレ、その弟レピー、ラグランジュ、デュクロアジー夫妻である。とりわけ、 ラグランジュの加入は大きな意味を持つ。彼が入団直後から付け始めた帳簿によって劇団がパリの劇場で何を演じ、どれほどの興業成績を上げたか、さらに貴族の館での私的な上演の状況や劇団、並びにその団員にとっての重大事項などが後世に伝わることとなった。ジョドレと交換するように、マルキーズ・デュパルクとその夫のグロルネがマレーザに移籍し、 それまで座長を務めていたデュフレーヌも劇団を去った。こうしてモリエールが正式に座長となり、こうしてモリエール劇団が誕生したのである。モリエールが1673年に亡くなると、劇団は完全に国王の寵愛を失い、これまで拠点としていたパレロワイヤルの使用権まで失った。劇団員の何人かはこれに動揺したのか、ホテルド・ブルゴーニュ座に移籍する者も出た。 ミシェル・バロンやラトリリエール、ボーバル夫妻などである。劇団に残った者たちは、モリエールが全幅の信頼を置いていた、ラ・グランジュや未亡人アルマンド・ベジャールを中心として強く結束し、ゲネゴ劇場を拠点として一座を立て直そうと奮闘した。この頃、かつてパリの有力劇団であったマレーザはすっかりその力を失い、閉鎖を命じられていたので、 そこの劇団員を吸収するため、モリエール劇団は、マレーザと吸収合併し、デネゴーザ王立劇団が結成された。王立劇団とはいえ、それはかつて、モリエール劇団が持っていた、称号なのであって、ただ名乗ることを禁じられていないだけだった。ライバルであったオテルド・ブルゴーニューザは、国王の庇護を受けて、依然として、特権を有していたため、彼らに対抗するために、 ゲネゴーザ王立劇団は、精力的に活動を行った。上演作品のほとんどは、モリエールの儀曲であり、コケラ落とし公演は、タルチュフであり、トマコルネーユ解作の、ドンジュアンなどもここで上演されたという。オテルド・ブルゴーニュザの人気役者であったシャンメレ夫妻が、ラシーヌ悲劇の上演権と共に1679年に、移籍してきた。特に妻であるシャンメの人気は大変なもので、 これに付随して多くの観客がゲネゴーザ王立劇団に移動してきたという。この遺跡によってオテルド・ブルゴーニューザの運営が圧迫されたのは事実のようで、こうしてその翌年に国王の命令によってゲネゴーザ王立劇団とオテルド・ブルゴーニューザは合併し、国立劇場コメディフランセーズが創設されるのである。コメディフランセーズ創設時までにデュフレーヌ、モリエール、 ゲネゴを劇団に在籍していた主な役者を挙げる。席次はコメディフランセーズでの席次。ありがとうございます。